着しました。イルス筋っていうのがあるんで、どこにつけてもいいっていうわけではありませんが、とりあえずこの辺につけてみましょうか。メバチゴチだらけ。まともなゴチ1本。よし。うわー、すごいメバチゴチ。でもカニやりました。もう日が暮れたら途端にこのオカメちゃんが出てきますね。でもね、これも日が暮れたら途端出てきます。オカメちゃんすごいね。今日もオカメちゃんとの格闘ですね。でもまだ少ない方です、今年は。おー、カニ来たー、逃げ来た、カニ来た、カニ来た、どんどんどんと来ましたね、カニ。ここにも見えてるんで、オースやん、オースだー、カタツメか。でもよろしい、メス。うわ、すげえ、3枚も、3枚はすごい、3枚はちょっとガチですごい。こっちにも見え、あ、こっちにもオースが見えてますけど、まだ途中引っかかりで爪を離してもらう。ちょっとに避難していてね、爪離されたら困るんで避難しておいてもらいましょう。おお、こっちにガネに、そしてガネにガネに、おっと、そしてガネ、すげえな、おい、チャンス。そして皆さん、これはチャンスです。大ダコチャンス、大ダコチャンス。いや、あ、カニが大丈夫か、おいおい、うわ、両爪なし、マジか。ハモにやられたんかな、こちらは OK、 ハモのせいか。ハモこれ元気だから行きそうなんで、ちょっと大ダコチャンスですよ。大ダコチャンス、カモン大ダコ、じゃん。残念、でも全然 OK、 カニがいますからね。よいしょ。これだけいるとちょっともうゴムするだけでも大変ですね。でもまだ少ない方で、まだ少ないというか、過去にはもっと多い年もあったらしく、これ自分は経験したことないんですけど、年の人で聞きましたが、1日親のカニ1000っていう年があったらしいですね。でもさすがにその日のカニはもう激安で、もうほぼタダだったそうです。今日もいいですね、頑張っていきましょう。いなくて残念でしたね。まあ、ええか、一斗缶は返しとった方が得かもしれませんね。海に大ダコチャンスが増えますからね。よいしょ。お、こっちだ、やった、拾えるや。サメ、こんなところでサメ。お、クマエビ、ダメだね。うわ、カニすごい。今日実は今日潮があんまり良くないんで、車エビだったね。8月になって出てきましたね、大きいのが。今までちっちゃいの逃がした甲斐がありました。カメラ持ってこうかどうしようか悩んだんですけど、持ってくる正解でしたね。あ、待って、こっちやん、めっちゃおるやん。うわ、カニすごっ。まあ潮が良くないと自分が思ってるだけで、まあいるってことは潮いいんでしょうね。これ自分の見立てが悪いだけです。これびっくりだな、めちゃくちゃおるな、カニ。とあ、取ったカニ、すごいすごい、こないだよりすごいじゃない。こないだの撮影よりもあんな量はもう絶対撮影できんと思いましたけど、今日の方がすごいんじゃないですかね。これこっちもおるし、うわ、2つで 3.5kg。 あ、まだおるカニ、すごい。何枚、 1,2,3,4,5 枚、拾えるやつ、すごい。まだ出てくるかもしれませんよ、下から。そしておまけのサメ1本。大ダコの子、8月に出てきました。ちょっと遅いぐらい、8月だとですね、昔だったらもうこれぐらいになってますね、全体の大きさが。いや、なんせすごいやつだったしね、これは本当すごい。これから先に持っていきましょう。これだけ毎日毎日カニがいるとですね、いなくなった時の衝撃が激しいです。ある日突然消えます。だいたい秋小口にパッと消えますね。そしてまた桁になったら入り出します。なんか道具がめっちゃ軽く来てますけど、ありゃ、
何も入ってないんじゃないのこれ。あれれれれれ、なんでしこったな、こりゃ。連続で何はいるでしょうかって言いたかったんですけど、しこった、なんで何も入ってねえし、ガサも入ってない。何事があったんでしょうか。なんでなんで、塩が行き過ぎんかな。おー、でも帰ってきたんかい。こっちだけか。なんかしこったな、これは。なんかめっちゃ軽く来ましたけど、時間帯でしょうかね。ガサも入ってねえ。入ってなかったのはワイヤー出すのが一巻き分少なかった。我ながら超アホ。今度は桃色で何も入らないか。おー、来た。横手元はこっちも来たし、おー、一安心。今回もちょっと一巻き途中まで少なかったんですけど、途中で気づいて伸びましたワイヤー。この分ちょっと入りが悪いんかな。今回もずっといい時のことばっかり思っててもそれは取れないですわね。そんなに潮のいい時ばっかり続きませんから。これ、お、来た。来たけどちょっとダメか。ハモ取ってもいけんな、ここで。ハモはちょっと意味ない。終わっちゃったでしょうかね。一番にたくさんのカニは入りませんね、もう。まあ自分の腕が悪いだけかもしれません。いつものごとく2目の声だけは聞こえてますね。それよりカニ。そしてこっち逃げかーい。カニもやっぱりいい時間帯に入るだけです。でもゲット多いな。あ、ホトロール。あ、でもちっちゃい。500あるかな。ゲタは多いですね。しかしカニすら、やっぱりダメか。潮が悪くなった。お、車でビー。潮がちょっと悪くなりましたかね。小正代の子だと思うんですけど、ヒゲ剃り代じゃないですよね、これは。大きくなってね、なんか虫が多いらしいですね、この魚。ゲタもね、ゲタ刺しが行ってる間は底引きの木のゲタは安いんですけど、もう8月になってゲタ刺しが行く、おっと、ゲタ刺しがいもう行ってませんから、ゲタ刺しが取ってこなくなったら底引きのゲタも相場がいいですね。だからもう大歓迎です。ゲタ取るなら今がチャンスで、底引きにはまだ入りますからね。牛島の沖に来てます。と大ダコとコチ狙いで、大きいコチ狙いで牛島の沖に来てみましたが、どうやらここもオカメブンブクちゃんらしいです。これはちょっとダメかな。下手すると何も入ってない可能性が。もうコチおるやん。でもオスのカニ、ラッキー。メスのカニもラッキー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 。いいじゃないいいじゃない、よかった来て。ハモもこれはちょっと拾えそう、元気だから。こっち見えましたね。こっち目は見えたよ。自分も見えたけど、こっち、お、ここに1本、1キロギリギリあるかな。2本、早く取り込んでハモちゃんを持っていきたい。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。わ、オオダコやっぱ狙い通り、本当に狙い通り取れました。でかー、狙い通りデカゴチ来た。大ダコも取れたし、デカゴチもでかー、 2.5 キロじゃないです、これ。狙い通り取れたけれども、けれどもなんかこれ油こしがなんかでしょうね、大型船の。しかも油こしの中に入ってたんですね、これ。タコちゃん卵産んでます。卵はでも返しとった方がいいな、これ海に。まあちょっとタコちゃんとハモ先に、まあこっちもですけど持っていきます。ハモハモハモちゃん、これはいきそう。カニ2つもナイスでしたね。桃色入ってたんで何も入ってないんじゃないかと思いましたけど、めちゃくちゃいい雨でした、これ。ちょっとこっから丘にまた入っていきたいと思います。今度はずっと丘入ってます。こっちがいるでしょうか。こっち狙いっす。さっきのは見ましたけど、あえて U ターンせずにさらに進んでみましたが、こっちがおるでしょうか。なんか何もおりそうにない。オカメちゃんだらけか。おお、いたいた。おお、ダコ直進して正解。実はカメラ回してない時にもう一匹落ちてきてるんで、今日3つ目です。しかもこっちもおるし、ハモもいましたね。これはいきそう。ちょっと向こうの網開ける前に先にハモと
こいつだけは本当もう何遍も逃げられてますんで、大凧を持って行ってきます。もう何遍逃げられたか、本当に。こっちにもおった。今日ちょっと奥さんにチヌ頼まれてるんですよ。こっちもこっち寄ってちょうだい。メバチゴチじゃないやつ、マゴチ。カモン。あ、来た来た、あ、来た来た来た、結構来てる。こっち狙い大成功。カニもいましたけど、あれはダメです。あ、これはちっちゃいな、絶対500ないでしょ。この辺はありそうですけど、うわ、これ微妙、どうしよう。5個目の大暴れて。ただちょっとこっちがあんまり大きくないのが残念ですけど、4本いました。あれ4本おるでしょ。さっきのみたいな大きいのはいませんけど、よしとしましょう。まあ、さっきみたいな大きいのはめったにいません。今度は娘のお釜で帰ってきました。今日はカニぐらいかな、おって。あかけたとかがいてくれたらラッキーですけど、潮がちょっと悪いんで、もうあかけたはいないか。やっぱりおー、カニぐらいだけど、カニもダメか。おー、来た来た来た、来てない、来てない、残念。さっきのところの方が良さそうですな。 U ターンかな。来たか、来たか、来ました来ました。でもなんか年寄りやな、これ3年生か。こっちももう一つ来ましたね。そして今日何匹目かな、大雨で。カモンはちょっと擦れてるからダメです。ユジポンママに頼まれてる。死ぬ。いや、取れんと思ってたから、ちょっと2匹もいたから安心です。これはいいですけど、この年寄りは多分美味しくないですね。咳は入ってるようですけど、自分が食べてみてあんまり、ちょっと3年生っぽいですけど、大きさからしてでも2年生なんかな。年寄りはやっぱり身があんまりプリプリみずみずしい感じはありません。虫間ぐるり一周ツアーを観光いたしました。沖まで帰ってきました。ぐるり一周にかかった時間は2時間、要した費用は3000円です。ここは赤げたかな、赤げた見えませんね。おー、ダメかダメか。これはもうこっち側は昼がやっとるな、そうとしか思えない。ちょっと塩とかではなかった。お、カレー、なんとマコカレー。うわ、めちゃくちゃ綺麗、でっか。こんなおるんやな、こんなとこに。マコカレーの子供が今年めちゃくちゃ見えてるって前言いましたけど、親どこにおるんかな思ってたんですよね。おるんじゃな。うわ、縦長の、縦長すぎん。珍しい、こんな時期にいるなんて。他の方は夏になると出てくるんですけど、こんなとこにいるなんて初めて見ました。このまま丘を向けて寄島帰ります。さっき大凧がいたコースですけど、もうさすがにおらんでしょうね。うーん、大凧どころか、こっちも大きいのがいない。こっちちっちゃいの2本だけかーい。さっきがまたまたま良かっただけなんでしょうね。こっち大凧、こっち大か大凧。お、なんじゃ、ハモ、ハモが。おお、こっち大来たー。さっきほど大きくないですけど、1キロあるでしょう。あとはハムか、生きるかな。まあ、ラストです。何回も俺、なんかいいもんいてちょうだいけど、なんかいいもんは見えませんな、見えておりません。あれ、またです。ハモコース行ったんで、やっぱりハモか。ヘロヘロのハモ。もう最初調子良かったから良かったんですけど、やっぱり今日はあんまり性は良くないんかな。おお、待って、おわ、でかい、ほうぼう、ラッシュビデオだ、ありゃ。お、カニライス。あー、朝ごはんができました。ラストに、うわ、めっちゃ綺麗、何これ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。異常なほど綺麗です。あ、まだ泣いてる、泣き声がする。この刺身好きなんですけど、こんなサイズは取れないんで、初めてかも、こんなサイズ取ったの。やったね。いつもちっちゃいのはね、これぐらいのやつを刺身しておかずにするんですけど、これは2人前取れたな。朝ごはん決定。これまたイラがすごいのか。いやー、おかめちゃんが、いやもう、いやー、ないけど、おかめちゃんだらけ。
おかめちゃん入ると入りが悪いですね、やっぱり。撮影できんかな、この山。おお、来た2キロ、よかった。いやもうカニとこっち追ってくれたらもう最高です。単価が違いますからね、他のもんたちと。これ見て、はい、珍しいマコカレー。こんなんでかいの。うん、あ、まあ、でかいのは冬におるんだけど、夏にでかいの取ったの初めて。ちっちゃいのは夏おるんだけどな、これの半分ぐらいなのは。これはでかいな。今年な、うん、これぐらいの子がめっちゃ湧いとんよ。そう、ほんなら来年が楽しい。昔湧いたことがあるけど、うん、これぐらいなのは、うん、それはでも放流じゃったよな。うん、放流だけやっぱ丘側に湧くんだけど、うん、だけど丘から放流するけ、うん、全然なかなかない。全く親にならんから。ねえ、なんで。なんか試験場が何か調べた結果、うん、山陽新聞にも載ったけど、うん、石金が食べるそうです。ええー。まあどこまで調べたんかわからんけど、それでなんか全然育たんかったの、湧いたけど、うん、でも放流やめてもうたんやな。そんな、うん、それ15、6年前の話なんだけど、うん、もうちょっと放流効果がないけど、水島灘は、うん、玉野の方はしとるらしいんだけど、こっちはなんか放流してないんだけど、ね、ところがどっか沖側にめちゃくちゃ湧いとるな、これが。さあ、沖だったらほら食べられんでいいんじゃない。そう、食べられんでいいかなと思って、うん、残るんじゃないかなと思って。今回は多分天然で湧いとるけど、沖側湧いとると思うよ。放流やったら沖側だしな、うん、まあここが残ってくれたらいいけど、うん、まあその代わりアマテゴが少ないわな、今年は。いつもだとうじゃうじゃおるけど、うじゃうじゃ見えんもん。カニは今日は2つ針だもん。はい、最初めちゃくちゃおるけん、3つ、いつも通り、いつも3つ取ってるんですけど、あれからずっと、うんうん、今日も3つあれでもおるかもだったけど、失速、うん、途中でもう上り潮になったらカニ全然入らん、うん、まあでも2つなら十分大量です、今の時期にね、まあ、いつもヒラメゴおるから、ヒラメゴおらん代わりに。タコ、やったー。タコ、大タコ3つ、うん、やったね、さすがナッツ、うん、さすがナッツやね。カニも落としときましょうかね、カニ最初前半におるもんじゃけん、3つ取らすんこ持って3つあれたもん用意したけど全然これ食えんから。でもちゃんとどっしり、これに、そしてこれですな。ほんとだ、まあ十分でしょう。十分です。で、おかずなんですが、はい、こちらをご覧ください。はい、おかずはこちら。ほぼこんなでかい、ほぼ初めて見たね、これ。チンコキには入らんけどね、ちゃんと血抜きしておりますので。刺身ですか。もちろん刺身です。いつもちっちゃいの刺身ショールや、うん、これは2人前あまりある、2人食べるな。そんな腹いっぱい食えるの、うん、これが今日の朝ごはんです。はい、よろしく。よろしく。朝飯がこれ出来上がりました。今日のメインは一応自分的にはこれ、ホウボウの刺身大好きです。タンパク系な刺身が好きなので、ホウボウとかコチとかも大好きですね。ちなみにブリとかは苦手ですね。3切れ食べれます。美味しいんですが、美味しいと思いながら3切れ食べれませんね。ただブリも養殖場が違うと味が違いますので、あっさり油の養殖場のブリは食べれます。本わさびすりおろし、わさび大好きです。ではいただきます。わさび大好きなんで、もうたっぷり派。歯応えも抜群。甘い、すごいわこれ。いいのが当たった。本当に美味しい。油もねっとり系じゃなくて上質、さっぱりで、歯ごたえもバリバリで、まことに美味しい。本当にうまい、ほんまにうまいです。